シドニートレインズ系型電車は、シドニートレインズが所有する2階建て電車。1981年から1985年にかけて160両が製造された。内装、S 型電車と大きな違いはない。1972年から導入された S 型電車をもとに、冷房装置の取り付けなどを行った車両。外観は、 S, S 型のうち5二男性車両と告示しているが、貫通扉上に大型ヘッドライトが設置されている。窓が開閉不能となっているなどの際がある。内装は S 型と同じく3から2列の転換クロスシートを採用しているが、静粛性の向上などが図られている。冷房装置の搭載スペースを確保するため、パンタグラフを電動制御車ではなく、 付随者に搭載するユニット方式を採用している。電動制御者と付随者の組み替えは自由であり、銃検査時などに頻繁に組み替えが行われている。製造時期により、オーダー1とオーダー2に分類される。合計100両が製造された。車番や製造数は下の表の通り、合計60両が製造された。車番や 製造数は、下の表の通り。オーダー1は、当初比例棒、側面窓開閉可能でデビューしたのに対し、オーダー2は、登場時から冷房を搭載しており、窓も当初から開閉不可能な1枚窓であった。なお、現在は、オーダー1も1枚窓に改造されている。詳細は後日現在では、オーダー1のドア下部に、通風スリットが存在する S 型と同じタイプ。 オーダーには、通風スリットが存在しない C 型と同じタイプとなっていることから区別が可能である。当初は内装や外部塗装にも違いがあったが、後年の改造や塗装塗り替えにより現在はほとんど差がない。1990年代後半に改修工事を受け、車内化粧板交換、座席モケット張り替え、全面行き先表示器設置などが行われた。 冷房改造の際に撤去された窓開閉ハンドルの撤去痕。前日の通り、前期製造車両に関しては冷房装置が非搭載であったが、シドニーオリンピック開催に伴って2000年頃に取り付けが行われた。その際、開閉可能であった側面窓が閉塞される改造を受けた。改造当初は窓の可動部を固定し、ハンドルを撤去したのみであったが、 後年オーダー2と同じ1枚窓に取り替えられた。2014年、4両の戦闘車が中間車化改造を受け、付随車となった。2019年現在、全車がフレミントン車両基地に所属し、T2、T3、T8 の3路線にて運行されている。B 型電車、ワラターの投入に伴い、K 型は従来、S 型によって運行されていた。 平日ラッシュ次元定運用への玉付き転用がなされている。2017年に運転室ブレーカーボックス内のアスベスト含有が発覚し、緊急点検及びアスベスト撤去が行われた。ありがとうございます。